神社に最後の部分が封印されている。あの扉を開ければ本当の自分を。でももし僕が本当に。案ずるな悲玉丸、わらわは汝を信じておる。それに前に言った通り、何かあればわらわが汝を止める。うん、桜ね、ありがとう。過去のことはもう終わったこと。僕にはもうこの復讐のための力は必要ない。桜ね、この力を桜姉の役に立ててくれ。皮肉じゃな、八重桜。何時に敗れてわらわの力はちりぢりに散って体のあの風になってしもうた。じゃが何時の愚かさのおかげで元に戻ったわ。愚か、わらわは最初から何時であると分かっていたぞ。じゃが悲玉丸から何時であっても善良な一面があると分かったのでな。悲玉丸よ、復讐はやめたらどうじゃ。復讐？復讐を諦めて善良なものになるのもいいかもしれぬがな。ああ八重桜、昔はよくもわらわを痛めつけてくれたな。約束を果たさねばならぬようじゃ。よく戻った悲玉丸。えへへ、さくらね、ごめん、さっきは操られちゃってて。僕の本心じゃないよ。分かっておる。僕全部思い出したよ。僕は昔たくさんの人を傷つけた。桜姉にもひどいことをした。500年も前のことじゃ、もう気にしておらぬ。わらわが今案じるのは消息が知れぬ可憐だけじゃ。桜姉と僕は天守閣で僕の力が封印された箱を見つけたんだけど、気前のいい僕は箱を神の鍵である地蔵御霊に変えたんだ。桜姉の役に立ててほしいと思ったけど、地蔵御霊を盗っ人に盗まれてしまったよ。え？何？言ってることが意味不明。だったら桜の輪廻の四次輪廻をプレイしろ。プレイしないと串焼きにしちゃうぞ。